1、これでまた4ポイントの差になっています。ボールポジションはベンドラメ、3ポイントを狙っていく。おー、ここを決めるのがやはりベンドラメ。ケリー、ベンドラメ打つ、おー、きたー、ベンドラメだよ。ここで来ましたか。川谷、武田、サザランド、ベクトン、チェンバースという5人の横浜です。ベンドラメ、バスケットカウント。いやベクトンがファールですが、この後ですね、もうオフバランス。そしてベンドラメ、しっかりと決めてきました。ベンドラメ厳しいですね、タイムアウトも取ってしまいましたからね、はい、安藤選手はどうだったんでしょうか。決まらなかったって言うと、シュート打たせてもらえなかったですね、打たせてもらえなかった。あー、なるほど。ベンドラメが今度は決めてきました。そして早い展開に持っていく渋谷、一気に運んでいきます。外ばっかり頼るか、よく入れましたね。ここはよく入れました。アイラブラも行く。さあ、ベンドラメ3ポイント狙って決めた。ここで決めてくるのがさすがですよね。始めます。よく決めてくるんですか、すごいですね。さあ、一方のベンドラメはどうだ。今度アタックインサイド、ライアン・ケリーからベンドラメ、サイズのピック、前が空いた、ベンドラメが行く。いいですね。ロッカーズ渋谷対滋賀レイクスターズのゲーム1が始まりました。黄色ユニフォームが渋谷ですが、まずはフローターしっかりと決めてきました。ベンドラメで、ベンドラメシュートを決めていきます。フローターうまいですよ、今日これ2本ですもんね、はいはい、キャッチャーのショット、うわ、決めていきました。今日シュートタッチ非常にいいですよ。安藤が運んでいって、田中から竹内、ちょっとこれを読んでいました。スティール、ベンドラメ、そしてファウルをもらってバスケットカウントワンスロー。これで個人ファウル3つ目。いや、これは綺麗なスティールになりました。関野、ベンドラメ、ベンドラメ、おー、シュートを決めてました。素晴らしいバランスですよ ね、 ね、後ろから思いっきり押されてますけど ね、 ここ後ろから当てられて体勢を